じゃあ今日はね、はい、やっぱり結構ね、はい、というかあの僕のオープニングの第1、はい、第2、第3って、はい、今じわじわ来ましたね、僕自分で来ました、来ました、はい、自分で来ましたね、はい、じわじわ、はい、自分でね、自分で、はい、じゃあ今日はね、はい、結構、はい、歴史的にも欠かせない重要な人物っていうか、いやそうですよ、なんとね、はい、今回やってきたのは、はい、山内一豊公の陣跡、陣跡ですね、これなんですよ。これですね。これね、はい、あのまあ、もうどっちか言ったら明治維新にまで関わるような重要な拠点なんですけど、はい、そうですよ。ちょっと雑すぎないですか。ちょっとこれ何ちょっと雑すぎないですか。馬防柵もなければなんかね、これ旗日本と看板位置で、はい、あと何もないんですよ。そうですよ、あと何もないんですよ。何もないですよ、本当に。山内一豊公といえば、はい、まあ、多分ご存知ない方も結構多いと思うんですけど、そうですね、確かにね、なんとね、はい、土佐一国の、はい、高知のね、今でいう高知の、そうです、高知県の生みの親っていうか、はい、一豊公がおったから、はい、あの有名な山内陽動公の、はい、長宗我部を追い出して、そうです、そうです、ある意味山内一派で作ったのが高知県と、そうですね、とされてて、はい、で上司システム下手システムを作った、はい、まあ、それも天下分け目なんですよね。そうですね、長宗我部は敗軍、一豊公は勝ち、はい、馬に乗ったんで、はい、長宗我部じゃない人間たちは上司として取り立てられて、あの山内家が連れてきた家臣を上司ですね、はいはい、で元々おった長宗我部系の人たちは、長宗我部に仕えてた元々おった人たちですね、はい、は家臣として、そうですね、結構こう身分差別みたいなのが激しかったと、はい、あの高知では激しかったと言われてますよね、その身分差別が特に、はい、そのせいで明治維新が起こったと言っても過言ではない、まあ、過言ではないです、過言ではないんですよ、はい、ぐらい有名な重要な人物なんですけど、はい、だからあの板垣退助とか、はい、後藤象二郎なんかは一豊が連れてきた上司、あで坂本龍馬とかは家臣やったんですよね、はい、そのいざこざもあっての明治維新に伝わると、はい、で明治維新は薩長土佐、はい、肥前、薩長土肥っていうのがね、はい、薩長が有名なんですけど、はい、土佐もね、だからあの慶喜公に何がし言ってたんも、はい、山内家なんで、はい、薩摩と長州はね、そうです、そうです、でもそれ言い出したら僕の説やけど、はい、薩摩と徳川はね仲良しやったって、あそうですね、説もある、翻ってくるでしょ、そうですね確かにね、翻ってくる、明治維新にまで僕の説は影響出てくるんですよ、はい、確かに確かに、そうなんです、これどういう意味ですか、ちょっとでもあれですね、僕詳しくは知らないんで読みますね、はい、会津征伐の途上で開かれた小山評定の折、徳川家康の政情に対し自らの居城である掛川城を出して家康に高く評価されたと、はいはい、ドラマでよく描かれているのは、はい、上杉討伐に向かった家康の途中で三成が決起して兵を集め出したと、はい、でどうするどうするってなってる時に、はい、で家康が大阪城に妻子を人質に取られてると、みんなね、はいはい、妻子のために戻りたいやつは戻っていいよと、あ、はいはいはい、って言ったら一豊が妻子の命なんか惜しくありませんと、行きましょうと、はい、なんなら掛川城出しますと、はいはいはい、行きましょうって、はい、言っちゃった人、言っちゃったんでしょうね言っちゃったのが言ったんですね、もう引くに引けんようになったんでしょうね、はい、そう、もう勢いで言ってもらったのかも分かりませんね、ね、妻子取られだってこれね、見る角度によっては、はい、とんでもない人やからね、そうですよそうですよ、見る角度によってはとんでもない人やから、はい、人質取られて、妻子供は惜しくないんでと、はい、で掛川城には自分たちの家臣だの領民だの、はい、いろいろあるのに、はい、あれと一緒ですよ、あの父ちゃんが飲みに行って、はい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 、酔っ払って同僚連れて勝手に帰ってくる父ちゃんみたいな、いや、まあ、そうですね、確かにねでしょ、で確かに、ね、同僚たちは、はい、あでももうこんな時間やし奥さんとか子供さんも寝てるんちゃいますかって、はい、いう部下に対して、ええ、妻子供などを知らん、はい、うちに来いと、はい、映画な映画な言って、はい、来る人、
いやもうほんまにね。でもそうでしょ、たとえ合ってるでしょ、はい、大体合ってますし、だから多分そうですね、一歩間違えたらとんでもない人なんですよ。とんでもないし、はい、それにどかどか入ってきた家康もね家康もどうかしてるなってなってきますよね。だから視点を変えればちょっと和豊公っていう、はい、そういう一面も側面もそうですね持ち合わせてた名称かなと、はいはい、だからあれでしょうね、そうなってきた時にやっぱり、まあ、大体その上司化して作っちゃったり、はい、でもそうなってきたらやっぱとんでもない人やった可能性ありますよね。確かにそうなんですよ。というか、まあ、どっちかで家康型の武将はとんでもない人多いですけどね。はい、確かに、まあ、なんかこんなん言ったらあれやかもしれんけど、まあ、まだこういわゆる通常的な人たちは多分ほぼほぼ西軍についてると思うんですよ。はい、でもちょっとこう斬新な人たちというのはやっぱりみんな東軍についてると。そうですよね、確かにね。でしょ、部屋の好きな真田もね西軍ですから。あ、そうです、正紀はね。そうです、これちょっと勝豊って言うんですね、知らんかったですね。なんかいろんな読み方があるらしいですよ。そうなんですか、勝豊じゃないです、はい、勝豊って言うんですね、はい、勝豊もですし、あ、じゃあこれちょっと読んどいていいですか、その間、はい、関ヶ原の戦いで約2000の兵を率いてこの辺に布陣したと、はい、西軍武将を抑える重要な役割を果たしたと。家康が本陣を移すと和豊も主戦場に陣を移し戦ったと。え、ここ以外にもあるんちゃいます、ひょっとして。まあ陣は動いたりもしますからね、確かにね。確かに、ちょっと景色だけ見ときます、はい、どんな見え方をしとったのか、はい、あ、でも今のは次の明日の動画のいい振りになりましたよ。あ、そうなんですか、はい、知ってか知らずか、とんでもない父ちゃんどんな景色を見とったのか。はい、結構ヘリコプターうるさいですね。そうっすね、何やってるんでしょう、軍事作戦してるんですよ、はい、どこなんですかね。あっちの方のはずなんですけどね。だいぶ遠いですね、見えないですね。だいぶ遠いですね。まあでもこういうちょっと離れたとこっていうのがやっぱ重要やったんでしょうね。そうです、抑えの意味で言うと、まあ、確かにね、前線が全てじゃないっていうことを教えてくれた、はい、勝豊公をね、はい、やっぱ四国徳さん、あの、はい、あれ幕末好きな方もこれ、ね、あ、そうですよね、ほんまそうですよね。ただちょっと扱いが雑かなと、はい、いや、そうです、これもうちょっとねちょっと馬防作とかね、はい、なんか欲しいですよね。高知県の人も何も言わないですかね。いやー、もうちょっとちゃんとして知らないだけで気づいたら多分言うと思いますよ。これ今でこそあんな看板立ってるけど、多分一昔前やったら何もなかったんちゃいます。いや、何もなかったでしょうね、ね、きっとね、あの旗もなかったでしょうね。結構平地に陣張っとったんですね。あ、確かに確かにですよね。もうこの辺まで来たら、あそこまで引いてるからいいし、はいはい、後ろの方やし。そうです、じゃあ明日の動画もお楽しみに。